生選手へのインタビュー第2弾でございます、はい、今回は秋吉大輔選手にお話聞いてきました。どうぞ。背番号18番、ミッドフィルダーの秋吉大輔です。新加入選手2人目はヴァンフォーレ甲府から期限付き移籍を果たしたミッドフィルダー秋吉大輔選手。海外での豊富な経験を生かしてファジアーノを J1 昇格に導きます。早速インタビュー開始。まずは気になる海外生活について聞きました。海外でいろいろ活躍されてましたよね。そうですね。言葉とかってペラペラなんですか？いや最初はもう全然いけなかったんですけど、はい、まあ、嫌でも喋るようになりましたね、ちなみに何カ国語？いやでも基本的英語でしたね。英語がもう、はい、何ですか？オーストリアとかブルガリアとかも全然英語でいけるんですか？オーストリアとかは、まあ、ドイツ語で、ブルガリアはブルガリア語だったんですけど、はい、まあ、でも基本英語で。英語で、はい、まあ、彼ら話せるんで英語は、もう英語でずっと喋ってました。他にも何か海外でこんなことがあったとか、エピソードまあ基本的にまあ運転が荒い。結構そうですね、なんかまあ日本はまあ決まってるじゃないですか、赤信号はもう絶対止まる、ね、けどまああっちゃんも結構感覚だから、はい、まあ来てなかったらもう全然来るし、でもそういうのそういうのが結構あったかな、はい、大いなる文化の違いにも見事に順応。そんな秋吉選手、岡山に来て挑戦したいことができたそうで。大工さんとか、まあ、A ちゃんとかが料理教室行ってるっぽいんで。あ、行ってるそうですね。僕も一人身なんでね、はい、料理教室行けたら行こうかなと。ああ、いいですね。いや、まだ分かりますよ。でもたくさん行ってるみたいですよね。らしいんで、はい、まあ行けたら行こうかな。ちなみに何作りたいとかもあるんですか？やっぱオムライス好きなんで、オムライスを作るようになりたいな。ああ、いい感じに綺麗に作って。そうっすね。ケチャップで。そうっすね、ケチャップ。いや、デミグラスソースですね。あ、そこはデミグラスなんですね。そここだわって、はい。オムライスはデミグラスソース派と判明したところで、いよいよサッカーの話題へ。どうですか、マサダの雰囲気とかも。まあ、印象は風が強いな練習中風が強いなっていう。ああ、すごいですね。まあ、でもこの環境はまあ J2 で本当すごく恵まれてるんで、はい、すごくまあやりやすいですよ、サッカーは。その中でご自分 そのプレースタイル、アピールポイントっていうのはどんなのか教えていただけますか？そうですね、やっぱり、まあ、仕掛ける部分、ドリブルで、まあ、点を取れる時にやっぱ取りたいんですけど、やっぱり J1 昇格っていう、まあ、目標があるんで、みんな、まあ、自分がエゴイストになって点取ることも大事ですけど、本当に自分よりいい状態で点が取れる味方がいれば、絶対そこにねパスを出して点取ってもらうってことが、まあ、チームのためになるんで、まあ、そういったところを意識して、まあ、自分自身やっていきたいですね。ちなみにサポーターから何て呼ばれたいとかってありますか？僕の名字は秋吉じゃないですか。秋吉ってなんか名前っぽいじゃないですか。あ、はい、あ、名前でもけど、どうですかね、秋でもいいですし、はい、まあ、結構チームでも分かれてるんですけど、下の名前大輔って呼ぶ人もいるし、だからまあどうですかね、秋って呼びやすいんじゃないですかね。秋で、秋でも、まあ、大輔でもどっちでも大丈夫、はい、大丈夫です。わかりました。それでは最後にサポーターの皆さんにメッセージ。背番号18番ミッドフィルダーの秋吉大輔です。マニアックな、ヨーロッパの情報が知りたい人は気軽に声をかけてきてください。いや、実に人柄が出てましたね。そうですね、真面目な感じの人柄がね。ねえ、いやニックネームね、いいの思いつきましたよ。何ですか？なんかね、秋とかね、タイとかで呼んでくれとか言ったじゃないですか、はいはい、秋だったらオータムでいいんじゃないですか、オータムで。え？秋だからオータムで、いやいや、俺もうちょっと俺こまっちゃんが相田さんすごいとか言うのかと思ったら、なんかあまりにもグエッていうなんか怖い感じやったの、ほんま。ネーミングセンスないですね、相田さん。ほっとけよ、ほんま。じゃあ、オータムさん応援してますよ、オータムさん。今シーズンの活躍祈っております、オータムさん。流行らんわ、流行らんわ。